い、こういうわけでございましてね、文章もですね分かりやすくなりましたですね。根の神様に祈ろう、下の箱にあなたのど根性を発揮する誓いを書いて入れてくださいと、こういうわけでございましてね、私も一つ入れました。そして掲示板の方にはですね、我が枕崎が誇る森和弘さんのアトリエの作業風景の写真、そして森和弘展の告知を載させていただきました。ど根性の神様にね、私ね参拝しましたですね、こういうわけでございます。はい、ご存知枕崎海岸通りど根性阿公の鬼神師でござりまする。はい、こういうわけでございます。はい、パン。